皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日はですね、目の下のたるみの改善方法についてお話ししたいと思います。結構ね、目の下のたるみ、あとは目の下のぷっくり感、これどうしたら改善されますかというお悩み結構来てるんですよ。例えばスキンケアでなんとかなりませんかとか、 YouTuber さんで目の周りのぷっくり感を治すというような体操だったりとか方法があるので、これはどうですかっていうふうなこと結構聞かれるんですけれども、ズバリ結論から言うと、化粧品だけで改善するとか、何かマッサージをするだけで改善するということは医学的にはありません。ごめんなさい、最初から嫌だなと思うかもしれないんですが、そもそも目の下のぷっくりって何かっていうと、皆さん骸骨を思い浮かべていただきたいんですけれども、目のところが開いてますよね。そこには目の玉が入っていて、そこをカバーするように眼下脂肪といって、脂肪がクッション代わりに入っています。若い時っていうのは眼下脂肪がね、もちろんしっかりあるし、それが前に出ていかないように目の下、あとここね、しっかりと張りがあるので、ここがぷくって出てくることはないんですね。目の下がぷくって出てる人って、ここをこう押すと実はここに戻っていくっていう現象が起こるんですよ。目の下が張り感がなくなって、ここにあるものがグググググッと下まで落ちてきてしまってるんですね。なので目の下がぷくっとなってる人っていうのは、まぶたがくぼんでいて、逆にこのくぼみの分、目の下がぷくっと膨らんでるっていう方が多いです。目の下の膨らみを押すと、このくぼみもぷくっと改善されるっていうこと、要は脂肪が移動してしまってることになるんですよ。脂肪が移動してしまう一番の原因は、目の下の張り感がなくなること、眼輪筋とかね、そういったものの衰えということもありますけれども、まあ、一番はやっぱり張り感がなくなるということになります。一度脂肪が移動してしまったものを、化粧品とか運動とかマッサージで元に戻すということはもう不可能なんですね。なので化粧品でできることとしたら、これ以上ぷっくり感がいかないように保湿をしてあげるとか、張り感を持たせるっていうことになります。あと以前ね、私が資生堂のものでぷっくり感をなくすというような化粧品をご紹介しましたが、あれはメイクというか、ここに貼ることによって圧をかけて元に戻してるっていうことなんですね。もちろんやり続けることで少しね、抑えるっていうことはあると思うんですけれども、外してしまえば元に戻っちゃうので、塗り続けることで何か改善させるという効果は期待はできると思うんですが、劇的ビフォーアフターみたいに治ることはないと思います。最近広告で目の下に貼るだけでぷっくり治りしますみたいな美容液出てたりすると思うんですけれども、それは本当に全く無意味だと思いますので、そういったものは試すのはちょっとどうかなと思います。そしてもう一つ、マッサージはどうですかっていう意見もよく聞くんですね。脂肪移動したりとか、あとは筋肉をアップさせて脂肪が移動して、プラス筋肉で抑えてっていう気持ちはわかるんですけれども、やっぱりここだけ筋肉をトレーニングするとか、マッサージをすることだけで移動するっていうことは、正直これも難しいと思います。逆にマッサージをすることで、正しいねマッサージだったらまだいいんですけれども、結構見てるとグリ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 するような感じで、目の下に、目の周りにもそうですけれども、炎症が起こってしまって、その炎症によって張り感がなくなったりとか、あとは皮膚がね、薄くなってしまうっていうことがあると、逆にこれはまた目の下のぷっくりを助長してしまうことにもなります。もう一つ、マッサージっていうのは血流をね、良くしたりとかっていうことはあると思うんですが、それで筋トレみたいに筋肉が発達して、それで抑えるっていうことも正直難しいと思うので、例えば目をグーッと開けて開くとか、目をグーッと開けて開くっていうような眼輪筋のマッサージとかぐらいだったらいいんですけれども、目の周りをグリグリグリって激しく触ったりとかっていうものはあまり良くない。押す分にはね、まだいいと思うんですけれども、本当に摩擦をするようなものにしてしまうと、目の下のたるみ悪化しちゃうんじゃないかなと思います。一度できてしまったものはどうしたらいいかっていうと、もうこれはもう本当ごめんなさい、手術とかしかないです。手術って言ってね、怖いって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、最近は本当にマスクをしているからか、この目の下のぷっくり感っていうのが気になる方が結構多くて、ご相談に来る方もすごく多いんですね。で、私たち美容ではどういったことをするかというと、目の下の脱脂といって、さっき言った眼下脂肪が下にね、落ちてきているので、ちょっとねメスを入れてここから出すというようなことをします。私自身が
手術をするわけじゃないんですけれども、表参道スキンクリニックには外科の先生がいらっしゃいますから、何人か患者さん症例見させてもらって、クマが気になるとか目の下のぷっくり気になるって言って美容皮膚科に来た方を外科の先生に紹介して手術をしてもらったことがありますが、やっぱりあれこれするよりも結構すぐに良くなるんですよね。もちろん取れる脂肪の量だったりも人によるのでね、全員が全員施術にぴったりっていうわけではないと思うんですけれども、悩んでいていろんな意味のないものをするよりは一度ね美容外科とかにご相談いただいた方がいいかなと私は正直思います。手術といっても本当にちょっとだけメスを入れる感じになるので、ダウンタイムとしてはまあ1週間前後ぐらいですかね。人を見てると起こってくることはやっぱり目の下が脂肪を取るときに内出血が起こったりっていうような感じになります。目の下のぷっくりだけだったらそれでいいんですが、これをずっと放置しておくと皮膚がどんどん脂肪に押されて伸びていってしまうじゃないですか。そうすると目の下の脂肪でぷっくりだけじゃなくて皮膚が伸びてしまっていると、今度は切って縫うしかなくなっちゃうんですよ。だからあまり目の下のぷっくりを放置しすぎておいたりとか、何か間違った方法でケアしていくとぷっくりの脂肪だけじゃなくて皮膚が伸びきってしまうんですね。まあもちろんね、アイサーマみたいなここをタイトニングするような機械はありますけれども、めちゃくちゃ伸びてしまったものってもう切って縫うしかなくなっちゃうんですよ。なのでちょっとぷっくりが気になるなっていう人は早めに美容外科の先生とかに相談していただけるといいんじゃないかなと思います。でもちろんケアのためにはアイクリームだったりとか、目の周りにハリ感を持たせるレチノールだったりニールワンだったりとか、あとはナイアシャミドが入っているようなスキンケアでアイケアをしていただくっていうことはすごくいいと思います。もう何度も言ってますが、これはあくまでも予防、そして今以上に進めないということになりますので、過度な期待はしないで、なるべくしっかりとケアして、それでも気になるという場合は皮膚が伸びきってしまう前にですね、美容皮膚科にご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。 SNS 上ではいろんなことが言われてるんですよ。結局クリニックにね来させたいだけでしょって思う方もいらっしゃると思います。もちろんクリニックに来てもらうのは嬉しいんですけれども、でも一番は間違ったケアで悪化してしまう、間違ったケアでひどくなってしまうっていうのが私は一番嫌だなと。なのでできないことはできない、できることはできるっていう風にちゃんと分かってもらって、もちろん完全になくすには手術が必要だってことが分かって、でも手術まではしなくても今のケアをしたいよっていう人がスキンケアで頑張る分にはいいと思うんですけれども、治ると思ってねやってしまうとそこはいけないなと。全員が全員手術をおすすめするわけじゃないんですけれども、正しい知識を持っておいて自分がどこを選択するかっていうのを私自身は決めてもらいたいなと思います。もちろんね、中にはこれで、ね、改善されましたっていうような体験談もあるかもしれないです。でもこれはあくまでもその人であって全員に聞くとは限らないんじゃないかなと私自身は思うので、気になる方っていうのは目のぷっくりが何でなるか、これは脂肪が下に出てきてしまってます、これが何で起こるかというと皮膚の張り感がなくなることですから、そういったことが自分のスキンケアの中で起こってないかっていうことをもう一度見直してみて、それで張り感を保つようなものをして、それでも悪化してしまうというようだったら美容皮膚科もしくは美容外科の先生にご相談いただけるといいかなと思います。目のね周りに張り感を持たせるのスキンケアをしたり、オペの前には目の周りにサーマクールだったりとかハイフだったりとかが打って目の下のねぷっくりを少し改善する、もしくはこれ以上を悪化させないような美容皮膚科的な施術もあります。なのでそういった美容施術をして、それでもどうしてもどんどん気になっていくっていう感じだったら美容外科で目の下の脱脂術とかを検討していただけるといいんじゃないかなと思います。いかがでしたか。今日はね耳障りというかあんま知りたくなかった真実かもしれないですけれども、さっきも言ったようにちゃんとした知識を持って選択するスキンケアだけでいくのか、美容皮膚科的な施術をするのか、それとも根本治療として美容外科的なものをするのか、3段階ぐらい分かっていればどこで自分がいいかっていうのと無駄なことをしなくて済むと思いますので、よかったら参考にしてみてください。このチャンネルではこのように美容や健康について正しい情報をね皆さんにお届けするようにしておりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。そして実際先生この治療ってどうなのとか、このスキンケアってどうなのとか、この化粧品深掘りしてほしいというようなものがあれば、ぜひぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。